日本とモルディブの関係は、日本とモルディブの国際関係である。モルディブは1965年に独立した後、1967年に日本との国交を樹立した。1978年から2008年まで、モルディブ大統領を務めたマウムーン・アブドルガユームは1984年、1989年、1990年、2001年と4度来日した。 また、2013年に、モルディブ大統領に就任したアブドゥラ・ヤミー委は2014年に、東京で、内閣総理大臣、安倍晋三と会見した。中日モルディブ大使館は2007年に開設され、在モルディブ日本国大使館は2016年1月に、開設された。2019年10月、イブラヒム・モハメドソリ大統領は、近所天皇の即位の礼に参列するため日本を、 訪問した。訪日中、ソリ大統領は、安倍晋三首相とも会談している。マレの西海岸にある防波堤。この構造は、高潮や津波から低地を守るのに有効である。2004年のスマトラ島沖地震による津波が襲った、後のマレ市内1987年、大規模な高潮が襲って、モルディブの大部分を浸水させた。 この壊滅的な高潮は、インド洋に浮かぶ、この島国に多大な影響を及ぼし、特に丸のインフラは麻痺してしまい、推定6億米ドルと見られる被害総額が発生した。そして、モルディブの GDP は、前年度と比べて5.70%も減少。 すなわち1986年の1億5800万ドルから1987年の1億4900万ドルへと減少した。モルディブ政府は直ちに日本政府へ緊急援助及び今後このような高潮が襲った時のための防災支援を要請。日本政府はその要請を受け入れた。日本の政府開発援助が支援する沿岸防護プロジェクトは 年内のうちにすぐ始まり、2002年に 6km の長さの防波堤で首都の周りを囲み終えた。このプロジェクトが完了したわずか2年後の2004年、マグニチュード9.1以上の大規模な海底地震が発生し、太平洋西部及びモルディブを含むインド洋ほぼ全域の沿岸部を津波が襲った。この巨大な津波により、スリランカ、インド、タイ王国、マレーシア、 マダガスカル、ソマリア、ケニア、タンザニア、南アフリカ、そして、マレ島以外のモルディブで23万から28万人もの人々が亡くなった。それにもかかわらず、モルディブの場合、日本とモルディブの2国間共同プロジェクトにより、構築された津波防波堤が、マレに住んでいた人々を保護し、マレでは一人の死者も出さなかった。2011年3月11日の、 東日本大震災に際し、モルディブ政府は、救援物資として、同国の特産品でもある、ツナ缶の提供を決定した。缶詰は、長期保存が効き、救援物資に適しているとの判断によるもので、政府からは86,400個が提供された。さらにテレビやラジオ等で支援キャンペーンが行われ、市民から義援金700万ルフィアとツナ缶約60万個が、寄せられた。 モルディブの人口は約30万人であり、市民1人当たり缶詰2個を持ち寄った計算になる。持ち寄られた缶詰は、缶切りなしで開けられる、用道国内の加工業者が一旦引き取り、オイル付けにして、プルトップ缶に詰め替えた上で、日本に送られた。アブドゥルハミードザカリア・アハメド・カリール、アダム・ハミット・モハメド・フセイン・シャリーフ・アダム・ハミット・イブラーヒム・ウェイエス。ありがとうございます。